日本大学産官学連携知財センターは、日本大学が技術に関する研究成果等を民間事業者へ提供、または経済発展などを推進するために設置した機関である。略称は、ヌビック。郡山市郊外の和福間花半風景。正面左上に見える、工学部キャンパス内に併設。日本大学は、学術の進展、参観学連携の推進。 新産業の創出を通じて社会への貢献を目的に1998年11月に日本大学参観学連携地財センターを開設した。海外の研究機関、公的機関、他大学等と連携、協力をしている。日本大学参観学連携地財センターは日本の承認 TLO 第1号として活動を開始し、 府省の大学知的財産本部整備事業と特定分野重点技術移転事業に採択された。2008年に文科省が実施している産学館連携戦略展開事業の特色ある優れた産学館連携活動の推進に採択され、地域連携による知的財産の活用体制、事業化支援体制を推進した。知的財産本部と 技術移転機関の機能を合わせ持つ長所を生かしたワンストップサービスの提供により産業界との連携を行っている。産官学連携知財センターは学校法人日本大学が運営している。JR 総武線、東京メトロ南北線、有楽町線、都営地下鉄新宿線、各線一賀屋駅下車、徒歩2分。AB 産学館連携戦略展開事業構想。 東庁所日本大学の研究成果を産業界へ結ぶ技術移転実績は大学トップクラス。ありがとうございます。